神戸はこのところ3試合連続失点ゼロ。いやー、チャンス先制。しかし旗上がってませんね。先制点が入りました。あっという間でしたが、これ柱谷さん、そうですね、これいきなり背後のボールだったんですけども、はい、小川がライディフェンスの背後に、まあ、いいタイミングで走り出して、最後のところはちょっと競り合いになったんですけれども、あっという間に抜けました ね。これ見てもらいたいのはこのファーストバウンドが伸びます、はい、これはピッチが濡れています。そして前を向いて小川、そのまま左足、キーパー西川取ることできません。あっという間に背後を突かれました。小川の先制点、